かさっちこんばんざーい、ハライト。お疲れ。ネクちゃんこんばんざーい、ヘイチこんばんざーい、ありがとう。ね、今日も、チェキ取ってくださった方とか、会いに来てくださった方、ありがとう。同じ行き先書いた、意外と遠い。そう、久々にお台場方面に行った。あ、いいね、でも。おしゃれ。何だっけ、フジテレビがさ、ブルーになってて可愛かった。ということで、BGM を流すよっていう。ということで、今日は、初めて、東京のじゃない、東京ジョイポリスのステージに立たせていただきました。MC では言ったんですけど、なんかアトラクションにね、なんか、で、なんか、なんだ、いろんな曲を使ってるらしくて、コラボとかも、ね、してるらしくて、よきやーみたいな思って。バンザイジャパンの楽曲もね、いつか使われたい。さ、みんな今日気づいた？周りに結構、ジョイポリス関係とかの偉い人めっちゃ見に来て。マジで。で、なんか偉い人は来るよと言われてたの。だから、ちょっと集客頑張りたいんですって言ってたんですけど、ガチガチに動画とか回されて、あと、裏側でもしっかりこう、挨拶とかもさせていただいて、なんかまあね、未来につながれば、つながってればいいな、という感じです。で、じゃあ、こんばんざーい！ダンスは安定ね。あ、でもね、ダンス最近増えたね。ちょっと前までダンス少なかったんよ。で、寂しい寂しいって言ってたら増えた最近。やっぱお祭りといい、ジャンピンといい、最近、なんか、あと、あれか、なんだっけ、春夏秋冬じゃなくて、なんだっけ。なんだっけ、待って、浮世若じゃなくて、その前の新曲、なんだっけ、曲名忘れた。なんだっけ、色彩カラーだ。色彩カラーとかも結構明るい曲増えてきたから、そう、やっぱダンスもいい曲なんですけどね、いろんな曲をやるから、ダンスちょっと減ってたんですけど、またね、最近増えましたね。みんなもこんばんざーい！いや、関係者ばっかりで。で、あの、フロアの、何？中側にいた人たちは、私たちのあの、なんだろうな。結構、たくさん来てくださって。ね、平日やったけど、みんな会いに来てくださりありがとうございましたって感じなんですけど、あの、外側にいた大人たちは全部スタッフさんで。なんかね、知ると2階とかにもいたの、スタッフさんみたいなのが。あっと思いながらやって。キャッと思って。そう、ドインでもニコラバスに少し負けたけど、デミアス質も読んじゃう。これそう、結構みんな盛り上がってくださったし、とても多分いい感じだったとは思う。でもやっぱなんかね、ここぞという時のライブにはやっぱなんかダンスがある気がしていて、そう、楽しかった。10年以上前に通ってた現場にバンザイジャパンとか、それは胸熱。今日ありがとう。パーカー可愛かったよ。竹木こまざーい、ありがとう。今日は、お昼じゃない、夕方に配信してたんですけど、その時に髪型巻いてたら、内巻きがいいっていう声をいただいたので、内巻きにしました。そう、外羽もやりたいんだけど、なんか、この長さで外羽あんまりやんないからな。やってみたいけどっていう、そう。どうもくん、こまざーい。みやちよ、今日、ふみさん目の前で、なんで緊張したの？誰でも緊張する？それとも私だからちょっと緊張しちゃった？でも最近なんか、なんだろう、ふみさん実は見てますみたいな方とかもいらっしゃって嬉しいですね。そう。ジオライブプラス初手ダンスですよね、の気持ち。あ、やっぱり。え、みんなさ、SE が今日 SED っていう。たーてーてれれれ、あ、じゃ、SED じゃない、SEC だ。たーてーてれれれれの時に何の曲って想像してるんだろうって思いながら、SE を踊ってた。けど、ありがとうね、みんな。あ、てつさんありがとう、偉い、ありがとう。いや、なんか今日はダンス読まれてるかなと思ってた。立ち位置的に。D だったから浮世若、あの SE プラス浮世若結構あるよね。あ、そう、
先に言っとこう、あのツイートでは言ったんですけど、23日の夜のライブ、あの普通お休みだったんですけど、なんかすごいあの出演する気するってめっちゃ言ってたんですけど、夜私お休みでした、申し訳ない。なので、まあ、23日ふみの日なんですけど、ちょっとまあお昼に全集中で来ていただいて、夜も一応ふみちゃん予約はできるんですけど、まあ、夜出れないのでそこだけごめみっていう感じですね。そう、最近ちょいちょいメンバーがお休みだったり申し訳ないんですけど、そう、まあ、リリーベもね半々に分かれるし、まあ、ちょっとさせていただけたらなと。ジータルさんこんばんざーい。アゲアゲになれるからじゃないかな、ジオライブに。そう、なんかね、海外線かけたライブとかもね、ダンスで結構戦ってきてしてたので、なんかバンデージャパンのバンデージャパンもすごく冠曲で大事なんですけど、そうそうそう、トイレでないことは確かに、テーテーテーレレレレの時にリュンレンルってなったら面白いね。テンテンテーレテンってあったら面白いね。確かにトイロの時はトイロ SE があるからね。あ、お泊まりしてた？あら、まあ申し訳ねえ申し訳ねえ。パパおやすみなさい、お疲れ様。あ、いや、お泊まりしてんのやっぱりあの初めてああいう、なんだろう、多分今までなんだっけ、なんだっけ、プールの名前なんだっけ、プールの名前なんとかっていうプールとかではライブしたことあったんですけど、初めて多分遊園地でライブしたの初めてじゃないかな。どうなんだろう、多分、うん、初だよね。遊園地でライブがすごく、なんかもう今日ずっとウキウキしてた今日は遊園地でライブだってずっと思ってた。あ、サマランド、サマーランドだ、そうだそうだ、ありがとう。そう、サマーランドで、でもあれもね、だって遊園地じゃないしね。サマーランはサマーランでめっちゃ楽しかったんですけど、そう、遊園地ってめっちゃ良かった、ね、そう、私なんかすごい無意識に、多分別にその関係者さんが撮ってた動画って多分記録用とかだと思うんですけど、なんかめっちゃカメラにレスしちゃった絶対違ったよね、レスする用じゃなかったのは分かってたんですけど、なんかすごいレスしちゃったということでね、次のライブが明後日、明日がなくて明後日がリリーベなんですけど、私はオンラインのリリーベに参加するので、生配信で、多分このここで生配信でオンラインのリリーベをやります。で21日が渋谷エイジアでライブなので、ぜひ声出し可能のライブ、久々なので、いつぶりじゃ、あれじゃ、あの渋谷ビーツだ、ビーツ以来ですね。でビーツもだっていつだ、あれ10月か、10月の中頃ぐらいに多分あったライブで声出しがあって、それ以来なのでぜひお願いします。アビコさんが上手最前から、いや違う、そうアビコさん一眼で撮ってたね、ガチ撮りだった。何使うのか、使うのかな、分かんないけど、最近すごい撮影入ることが多い。そうだ、あとはそうですね、21日の声出しライブのもう瀬取りが来てるんですけど、なんか前回の声出し可能ライブの時に結構、前回の声出しの時の瀬取りが、私の、あれだ、思い出した、前回の声出し可能ライブ、あれだあれだ、あれの最近だ、川崎クラブチッタ、なんかさ、なんだっけ、常識の範囲内でみたいな、なんだっけ、違ったっけ、なんかそういうこと文言があった声出しライブの後だ。でもちったの時の瀬戸りが声出しライブなのにね、ちょっとあれだったんだよね、なんだっけな、浮世和歌と戸色と進化周到スマイルと唯一無二だったもうこれで、まあでも
ね、あのそれこそちっただからこそできる瀬取りだったんですけど、ね、声出し可能ライブっての後からしたのもあるんだけどね。そう、別にこう犬に声出しを困らせるためにっていう瀬取りではなかったんですよ。もともと後から声出しをしたので、別にそうわざとそういう瀬取りしたわけじゃないと思うんですけど、前回結構なんだろう、おしゃれ瀬取りだった、おしゃれ瀬取りだったんですけど、今回のエジアは声出ししか勝たんって感じの瀬取りなのでぜひ来てくださると嬉しい。ビーツ渋谷声出し頭懐かしい懐かしい、あのヘイチさんを一生忘れない、ちょっと可愛かったしあの日。トイロこれなんでで、ぶち上がったからな。大名さんが唯一無二のイントロで全員着座するというトイロだけだったよね、多分完全にちゃんと声出しできたのって。そう、めちゃくちゃ面白かった。裏でずっと言った。わあ、超の瀬戸に、そっか、そういえば超声出し可能やったのに。でも、ちった用の瀬戸にって感じではあったから、うちの中では結構本気瀬戸にだったんですけど、やっぱり、声出ししたい方々からすると、面白い感じの瀬戸になってたんですけど。チリーンって思い出すでしょ。もうだからめちゃくちゃこうあのミーティングとかやってる時に、あ、声出し可能じゃんとか言って、今日のセトリあとか言ってそうなんですけど、21日のセトリは多分先にもう声出し可能なのが分かったからか分かんないけど、いい感じのセトリだし、こう踏み押しの方はいっぱいオレンジが触れるセトリだと思います。まあ何曲出れるかとかはちょっとあれなんですけど、ぜひ来てくれたら嬉しいなっていう気持ちでございます。そう、ちょっと17分枠だっけ、18分枠みたいな感じの、ちょっと19分枠だっけな、ちょっと忘れちゃったけど、ちょっと短めではあるんですけど、まあ声出し可能ということで、みちゃんコールたくさんお待ちしております。で、多分もしワンチャン前売り券借れるのかなって、リュウさんも出して、それの結局さ、ダメなのかな、お昼のライブでしょ、あれ出せないのかな。そう、でもさ、最近はそれこそね、今日もだって過去一の量なんでしょ、コロナが。まあ、それも気をつけていただきたいところではあるが、一応渋谷エイジアはちゃんとマスクとフェイスシールド両方絶対に持っていくことじゃないと入れないからをした上での行動権なので、まあ、ちゃんと限界体制は敷いてあるし、まあ、バズジャパンもそれならということで多分出演を決めたので、そう、久々の声出しだと思うんですけど、人によると思うけどね、ぜひ一緒に楽しんでいただけたらなと思います。HKさんこばざーい。21日は本気で楽しみにしてます、主現場欲していく、マジ楽しもう。それはやっぱ声出しできるのは少ないから、まだうちらは来てほしいな。鈴木こばざーい、お疲れ様、届け会いたいよあなた。そう、最近ちょっとガタミさん忙しそうであれですが、まあ、いつも来てくださってる方も本当にありがとうだし、そう、ね、この今週めちゃくちゃライブあるので、まあ、23の夜は出れないんですけど、まあ、それ以外ふみちゃんいるので、あとリリーベもね、逆反の時以外はいるので、ぜひ会いに来てくれたら嬉しいなっていう感じです。あの最近こっから直近のライブをまとめたので、ツイートで25日のリリーベまでかな、まとめたので、ぜひ来てくれたら嬉しいなっていう気持ちです。そう、夜出れないのがとても申し訳ないんですけど、ぜひお昼にみんな来てくださると嬉しいなっていう気持ちです。楽しみだな。あとはあとは、そう、20日がね、だからリリーベいないんですよねっていう、だから間違えないでねっていう、この会いに行ったらふみちゃんいなかったっていうパターンありそうだなってこれから思うので、まあ各メンバーのツイートチェックしていただいて、そう、ちゃんと確認してから行ってくださると嬉しいです。まあだからふみがいない日に絶対行くだとは思わないし、なんならそう、あのふみがいないライブもとても楽しいと思うので、愛しいなっていう気持ちはあるんですけど、まあ一応ふみモチベで行っていなかったっていうのはね、一番あれなので、そ
かだけ注意してくださるとって感じですね。でね、瀬戸りね、いろいろ見たんですけど、やっぱ21はマジで声出しって感じの瀬戸りだし、あと22、2本ともやっぱ広いステージなので、ぜひ来ていただきたい。で、23が、キネマの方が、あ、でも、おしゃれ瀬戸りだった。あ、でも盛り上がんないだけじゃなく、いろんな種類の瀬戸りが、曲が入ってる瀬戸りって感じでしたね。次、リビングみたいな25の記憶はない。多分見たんだろうけど、でも本当に何だろうね、リリーベは半々に分かれるからこそたくさんいいところで出れたらなと思ってるので、出れると思うので、ですしやっぱフミだけじゃなくいろんなメンバーの何だろう立ち振る舞いが、人数が増えれば減るほどやっぱり増えていくので、それも楽しんでいただけたらなと思うのと、多分シンポジも増えるんじゃないかなって踏んでるので、楽しんでいただけたらなと思います。いや、 やっぱライブ楽しいなって今日も思ったよね。ねとか言って、そう今日はねジョイポリスさんだったけど、またなんかああいう面白いとこでもライブしたいと思ったし、なんかダンスの最初に私煽ってるんだけど、あそこの声がめちゃくちゃ響いてびっくりした。リハの時に調整してて、あそこあんまり大きい声でリハできなくて、なので本番でちょっといつも通りやったらめちゃくちゃ響いて、おー私と声でかいんだって感じた。そうなのでちょっとね頑張りたいので、これからもよろしくお願いします。そうちょっとね夕方に配信しちゃったけど、この配信何時までしようかな。明日がねしれっと早起きなんですよね。まあ、あとは結構リリーベでね写真撮ってくださる方増えてきたんですけど、ご留守するので私ぜひ撮ってくださると嬉しいなっていう感じなので、25がでもねそうだタワレコ横浜なんだよね、25ってそうだったよね。なのでね正直ステージがちっちゃいんですよ。ステージもちっちゃいし、あのファンの方との距離がもうめっちゃ近いの。あのあれはあるけどね、このなんだっけあれビニールみたいの引いてるんだけど、めっちゃ近いの。なんかこの間来てくださった方、近くてよかったみたいな言ってくださる方も多いので、ぜひちょっと横浜遠い方もいるかもしれませんが、隣住みの方とか特に遠い方もいるかもなんですけど、ちょっと頑張って会いに来てくださるといい感じかもしれない。そうちょっとね逆に推しピがもしかしたら A グループの方もいるかもしれませんが、 B グループも頑張るし、逆に B グループに推しがいる人もA グループもね楽しいと思うので、やっぱさレアなポジション増えてくると思うから、それこそ踏みポジと言われるポジションに A は誰が入るんだろうかとか、逆にそれこそメイポジとか A にいるメンバー誰だリマポジとか誰が入るんだろうとか、しおちゃんポジとかね、そういうのもなんか楽しんでいただけたらなって思います。コメント待ってます。そう明日は配信は明日だよみたいな、明日というか今日、あれ木曜だ、明日も2回配信だな。公式配信を多分夕方にやりたい、できたら夕方にやりたい、できないかもしれない、ちょっとお仕事の関係で、できたら夕方に公式で夜個人ルームをやりたいと思います。ちょっとイートしよう。聞いててよかった。そうだからビー玉さんとかもメイちゃんと私が逆班になっちゃったので、リリーベがあれなんだけど、あれ放ってほしいな。そうなのでちょっと今週末がライブがめっちゃあるんよね、うれちゃーって感じなんだって、何秒でぜひ行ってほしいなとは思うけど、まあねみんなも忙しいじゃろうけあれじゃけどね。そうフミコーディいつですか。じゃあそうジュリエルからもう絶対無理だよ。ちょっと待って、リリーブのリリーブの
じゃあハンガー、あ、これだ。今リツイートしたツイートが、12月末まで発表できるものを発表してるやつと、あとは、まとめたやつもツイートしてるマシュマロのやつが、ふみがいる方のリリーベのグループがののか、あゆちゃん、ジュリア、あんちゃん、さや、あいり、こま、えみの、くう、ふみ、はるなんなんですけど、こーでか、なんか出演する確率は上がるかもしんない、今までよりは上がるかもしんないけど、はるかわがいて、あさひがいて、あんちゃんがいるからな、コーディ選抜強めな人結構いるんで、まあ、あとはでもなんか犬にやれる、リーなんかすごい癖強いのやってる、フミセンスやりたいね、センスがないはやりたいな、どっちが好き、おつさび前半と後半、確かにね、センスがないはやりたいなと思うけど、なんかセンスがないのおつさびこそフミちゃんっぽくないみたいね、だから狙うはなんだろう、狙うはなんだろう、何の曲が自分に合ってる曲なの、あー島田ポジか、だったらまあやったこともあるしね、え何がいいかな、まあ、ジポジもまあそれすごい好きなんですけど、全て好きなんですけど、レアポジ、ヤマトセンターとかやりたいよね、でもなんかガトリンさんのイメージはおーヤマトでまたのはをついてる人が多い気がして、なんかヤマトは私のポジ、自分のポジションの方がなんか人気な説ある、ふみちゃんの歌い方的にもね、何がいいかな、記憶の戦闘とかもさ、キャラ的に違うし、そう、あこの花ね、姫になる次はジェットコースター乗りながら、そうです、ええ、ここにさ、もうここにさ、こうやって装着したさ、マイクじゃないと無理だよね、もう死ぬほどどう固定、だね、パラソナ結構たとセンターとか3回くらいやったことあるんだよね、パラソナっぽさはあると思うけど、それこそパラソナはそう、コマちゃんもやりがちなんだよセンター、あとジュッちゃん、やばいやばいやばい、やっぱ腰を探してはこれ やらせていただきたい、星を探してもやりたいです、本当に、あ CCD ロメビウスはやりたいよね、そう、なんかね、いろいろな曲今まであるけど、でもリリーベでね、リリーベってやっぱ7人フォーメが基本になってくるから、できる曲限られてくるけど、何があるっけな、他にリリーブでやりがちな曲は、あでもナナパラのセンターとかね、でもねナナパラのセンターもね歌われ少ないんですよ、しれっと、どこが好きなんだろう、でもおつさびあるしね、ナナパラだったら、まあでもなんか別にいいポジションじゃなくても、なんか新ポジってだけでもう燃えるのよ、私はもう面白い、この間も大江戸の歌い出しはさすがにびっくりしたやっぱね、あのなんだろうな、まあ、一応皆さんのおかげでね、たくさん出演曲いただいてるんですけど、やっぱりこうとはいえね、全部おつさびだとね、あれなのでいろんなポジションで立ち回らせていただいてるけど、楽しいね、いろんなポジション、7パラ6連発、あ前回7連発だったので次6連発マジでね、7パラのなんか振り付けめっちゃ簡単なのよ、まあ、言っちゃえば多分皆さんも本気出せば覚えれるぐらい簡単なんですけど、体力を奪われる振り付けなのね、だからいいよ、楽しいと思うけどマジで疲れるようちらがうちらがかなり疲れるってことになっちゃうねっていう感じではあるけど、まあ別にだからそれこそジャンピン、ジャンピンだけ 10連発したのって、10連発だっけ、記
記憶が薄い。前47配信の時に多分ジャンピンかける10だった気がする。違うっけな、違うかな、チルね、チルね、儚さ出さないといけないからな。桜チルやりたいな。確かにね、なんかちょっと頑張りたいよね。もともといただいてる、なんだろう、ポジションがまあ嬉しいことにさ、美味しいところいただいてるから、結構新ポジでいいところっていうのが少ないんですよ。だからちょっとやりたいなーってのはあるよね。あとなんかリリーブだからこそくじ引きセトリみたいなのやりたくない？即興即興だったらあれか、マイク許可大変だな。真面目なこと言っちゃった。それこそカットアップとかでもやりたいけどね、リリーベね。カットアップだったら広いし、いっぱい立てるし、音響いいしと思うけどね。そう、あでもね、今までいろんな会場でリリーベやってきてるけど、やっぱリリーベ距離が近くていいなと思うし、早くねこういうのとかこういうのとかこういうのとかなくなったらいいなと思うけど、まあ今それこそ逆に増えてきてるからね、なしってのはなかなかまだ遠ざかっちまったとこもありますけども、なんかでもそれこそレアポジにはめっちゃ立つから私たちが緊張するんですけど、まあそういうとこもねぜひ楽しんでいただけたらなと思います。何の曲がいいかな、そう、あともう最近気づいたけど悟りにダンスがあると絶対に出てるので、最近も逆にもしかしたらリリベぐらいかな、フミがいてダンスに出ないかもしれない。前回のリリベで1回だけだったの、あ2回かぐらいダンスに出なかったんだけど、台湾とかだとね必ず、いやフミちゃんなんですけど、あれ大事やったダンスは。ここからね、たくさんライブ続くので皆さんぜひ見ていただけたらなと思います。じゃあ今日50分から55分ぐらいまでで配信は終わろうと思います。やばいやばい、じゃあ明日起きれるかな。今日なんか特典会がなんかいっぱいいるって思って嬉しかったな。でエイジアのね特典会がちょっともしかしたらね、ちょっとあれかもしれない、狭いかなって思う。クリーツごめんなさい、あなた来てよ、ちょっとライブリリーベもいっぱいやってるよ、待ってます。うささんと待ってます。ちょっとね21日のライブちょっと頑張りたいなっていうところある。あと23日もでもね、22もねやばいのよ、もうやばいのよ。そう、まあ、全部頑張りたい。台湾はやっぱりこういろんな方向に、なんだろう、アピールできるから頑張りたいんだよね。ビレバン渋谷が島田ダンスで、下北がジュリちゃんダンス、なんで覚えた。別にね、下北の時ジュリア緊張しすぎて泣いてたんだよね。なんでドリカンをハペポさんは釣ってくれるので広いかも。ドリカンをえ、ドリカンをハペポさんは釣ってくれる、どういうこと、ドリカン何、ドリンクカウンターかな。万歳コンチ。申し訳ない。頑張って並んで、ちょっとそれは。そうですね、21日もね、多分混むとは思うんですよ。混むっていうか、その、特典会会場がね、ちょっと狭めにあった感じなので、伝われたんだけど。会いたーい。あ、22とかは ?22 は多分そこまで。多分特典会場が広いからサクサクって進むと思う。
あの回転率 はあの良いので、うちの得点回人は多くても、まあなんかね、人が多く見えるんですけど、メンバーが多いだけなので22は2本あるよライブ、あと23日がふみちゃんの日でお昼過ぎのライブが出演します。Aちゃんのドリンクカウンターが邪魔だっていう話、あーなるほどね、ハピーボさんは初ってくれるので、そうちょっとハピーボさんにちょっとリメイクしていただいて、そうそうなんだよね、ドリンクカウンターがデテーンってある関係でね、ちょっと物販の場所がどこになるか分かんないけど、いつもねエイジアの得点がやばいんだよね、戦場だよね。でもやっぱね、声出しライブは来てほしいし、もう曲を言いたい、曲を言ったら絶対ガチャメが来る、あの曲やるの、まあ、あの曲やるのでもう喉をそれまでに直すからマジで来てほしい。初売りは栗田さんの家場家場知ってる、ごめんなさい、マジでエイジアの席で言いたい。なんかまだ出演曲決まってないんですよ、まだあの立ち位置が決まってないからどうともいない、何の曲に出るかはいないんだけど、まあ、どの曲に出ても当たりって感じがするよね。だからいつもいいですか声出しライブあるある、いつもさあね、それはちょっと言えないですけど、まあ、本当に本当に欲しい。何円だっけ、21日の3000円なのか、ちょっと高い文句言うだってさ、普通に19分ですね、詰め込んで4曲かな、何曲だっけ、ちょ何曲か覚えてないんですけど、まあ、詰め込んで4曲って感じだから、もうさ最近バンデジャパンさん間 MC という概念はもうゼロなので、多分しかも詰め込みかなっていう感じ。まあ、でもね結構嬉しい時間に出演するので、ぜひマジでご予約お待ちしております。本気の本気待ちです。色彩やってないね、でもね、セドリ決めてるのがビコさんだから、そろそろ来るかもね。色彩カラーね、ジポジ、一応、私のジポジというか、一応みんなのデモ引きんところは私のポジションなんですけど、全然出ないですね。私っぽくないのかな。そう、色彩ね、選ばれないがちだし、最近色彩さえやってないよね。でも色彩がね、7人フォーメーションないんですよ。9人フォームしかないのね、だからリリーベルできないんだよ、まずにしても対バンでやってなさすぎるよね。色彩好きだけどね、かわいい、なんかアイドルの顔でライブできるみんなの、え、だから私色彩の時は結構王道アイドルな気持ち心で出演してるよライブにどねえなって感じだけど、結構バンデジャパンのさ曲はかっこいいめな曲はもうかっこいいに振り切るし、それこそ淡々とした曲とか、あとおしゃれな曲とかある中で、色彩カラーとコージは割と女、あのなんだろう、女じゃねえ、女の子って感じ。そう、みんなは何の曲に出てほしいんだろう。そう、でもね、声カレも最近ね、なんか一時期一生出てたけどなっていう。そう、色彩は新衣装じゃなくても、そう確かに、あのさ新衣装が、あ、そう、そういえばそうこの間ツイートしてたのよ、ウスさんが、あの浮世和歌が新衣装でしか、新衣装じゃないと、え、新衣装限定ってツイートしたけど、一回ねカラフル衣装でやってるんだよね、キリサで。マジで踊りやすかった本当に新衣装の多分浮世和歌が一番かっこいいし、多分似合ってはいるんだけど、踊りにくいよね、腕が上がんないんですよ実は。よちこめたーい、
ということで、ちょっとあさってマジで来てほしいのでお待ちしております。ちょっとあさってマジ瀬戸に全部言いたい、もう言いたい。やってたっけ、なんか新種、あ、ほぼね、ほぼ新章だよ。一回だけカラフルで、それ以外全部新章だと思う。だからもうほぼ新章だと思う。だから一回新章でやってみるの、マジ踊りやすかったねって言ってた。ダントツでコーディが見たい？あ、そう、コーディはマジで女の子になるし、レッスンもすごいしっかり女の子。それこそね、この半々に分かれたら出るんじゃない、知らんけど。半分で何人だ、ののかちゃんが今若干のライブだけ今出演できてないので、 10人か、10人で、実はガチ考察よ、10人で7人フォーメで、だいたい6曲か7曲なんです。だから6曲だった、めちゃくちゃ真面目なんですよね。え、あれ何人っつった今、10人だっけ、出演メンバーが10人でしょ、で6曲か7曲なのよ、で 6×7 が42でしょ、6、7、12、42÷12はだったら多分4曲出れるんだよね、私が。言い方悪い。だから6曲の場合は6曲出ま、あ、出た、4曲出ますね。で、7、7、49だったら、7、7、49。ん ?49÷10 が4。ん?49÷4。5。7曲あれば5曲出演ですね。って感じかな。だから6曲、リリーベが30分枠だから、基本が。で、10人出演でしょ。で、半々になるから、めちゃくちゃ増えるの。6曲中4曲か、7曲中5曲。だから、対バンの、それこそ、集客がめっちゃ曲数に直結するんですよ。あんまり大きい声で言えないけどね。あとは、リリーベの売り上げ枚数か。個人売上げ枚数を今ね、しれっと、多分リリーベで撮影とかする前にメンバーに渡してると思うんですけど、その得点数券枚数と、あとやっぱ対バンの集客数で、でもね、対バンの集客数がね先にやっぱいっちゃうんですけど、対バンの集客数でそのリリーベとかの出演曲数っていうのが変わってくるんですけど、なんか日頃のね対バンのね集客本当に大事なんですけど、そう。なのでちょっと22がね予約がやばいってあれなんですけど、まあ、21はまず声出したから絶対に来てほしいし、絶対ガチャミンセトリって感じなんですけど、だからガチャミンがフミが頑張っちゃうセトリって感じで、22日は日本あるんですけど、ちょっとね結構前か随分前から告知してるんですけど、ちょっとさみちって感じなので、フミちゃん予約お待ちしてますって感じで、23日がフミの日なのにちょっとお昼しかライブできれなかったの、ちょっとすっかり忘れてたっていう、昨日めちゃくちゃなんか23は2本あるよみたいな、夜も会いに来ねえんだツイートしちゃったんですけど、昼しか出れないんですね、申し訳ない。ど忘れしてた、ふみち出れないんですけど、ぜひちょっと昼全集中で会いに来てくださったら嬉しいし、まあ、夜のライブもめちゃふみ予約できるっちゃできるので、ぜひまあお時間の方はお待ちしております。あとは25がリリーベって感じで、横浜なんですけど、まあ、横浜だからこそ楽しめるそこもあると思う、距離も近いし、あとはいっぱい出れると思うので、ぜひお待ちしてます。まあ、セトリ見ればよかったな、何曲か見ればよかったけど、まあでもユリユメにしたらめちゃくちゃ出れるので、楽しみって感じでいきますね。まあ、それこそザンスとかが曲が長いんですよ、1曲がザンスとね、何が長いんだ、曲によって、だから曲の一曲の長さにもよるんですよね。だから一曲一曲が短ければ7曲あるし、一曲一曲が短いと、長いと6曲ぐらいかな。あやとくんごめんなさーい。じゃがちゃんつんごー。どころまはね、いつあるんだろうね。温度10発はやばい。温度10発はみんな本当飽きずに入れますか？
みんな楽しんでいけますか。声でとしきさい、声からと新月、ダンスとお祭り、バトンジナジェ、雪用和歌とイーズムに、バンゼジャパンの振り、振りは、それは本当にやばいよね。なんかうちらもびっくりするもん。なんか曲来るたびに、もうまだそういう系の曲あったっけっていうとこあるもんね。あやとくんこんばんざーい。土曜、土日行けないので、今日行き、あ、よかったー。ありがとう、来てくれて。お話もできて嬉しかった。今日チェックが多かった、服。マジところまんまって、マジところまんす、いつ、マジ全然やってない。あの、新面ちゃんたち知らないじゃん、ところまんす。唯一無二が長い。あ、だから唯一無二も長いね。遠回り咲くって歌ってるもん。テンポ界によってなっちゃう。そう、だから唯一無二がある日とか、曲が。だから、それがダンスと唯一無二とかがあると、もう、なんだろうな、MC が短い。自分ですら今日何着てたか、嘘、チェック柄濃いかったよ、服。ということで、ちょっと21、22、23、今週末、いっぱいライブあるので、めちゃ早くマジでお待ちしてます。22がマジで極薄って感じなので、なんか、拡散とかしてくれたら嬉しい。まあ、来れない方はもう、君も寂しいってなるだけなんで、だけというか、なんだろう、まあ無理な方はね、無理だと思うから、なんだろうな、拡散だけでもしてくださると嬉しいなっていう感じです。何が長いんだろうね、全部の分数叩き割り出したいよね。曲の。あ、やべ、あ、やべ、あ、55分ぐらいまでかなと言ったのに、もう1時になっちゃいました。ということでね、バンドジャパンは楽曲が今 34 曲になりますね。新曲入れたら。なので、これからもバンドジャパンの楽曲を一緒に愛していただけると嬉しいなの気持ちです。いろんな曲あるけど、ね、全部いい曲なので。一緒にこれからも新曲待ちながら、いつねちょっと新曲お披露目か分かんないですけど、楽しんでいけたらなと思います。ということで、今日はそろそろ終わって、明日2回配信します。公式と個人と配信するので、ぜひ見てください。ということで、以上バンドジャパンマグシケの伝道師藤崎ひふみでした。またね、ご予約お待ちしております。ツイートにまとめてたり、ちょっとねツイートがねいっぱいいっぱいしちゃうんですけど、拡散とか、あとリプライお待ちしております。あ、シオン、ソーリー !just I'm finished today. ソーリー。ちーちゃんさん、おやすみ、ありがとう。トルマル、おやすみ、おやすみ。ということで、バイバーイ。おやすみなさい。